暗黒星雲の彼方に、は、単行本出版に先駆けて、1951年、ギャラクシーサイエンスフィクション史上に、ティラン・タランの題名で連載された。暗黒星雲の彼方に、は、1951年に出版された、アイザック・アシモフ作のサイエンスフィクションミステリー小説。本作は、トランターものもしくは、銀河帝国三部作と呼ばれる、シリーズの一つに位置づけられる。 本作で描かれる時代は銀河帝国の確立以前、それもトランターが銀河系において重要な位置を占める以前の時代である。主人公は地球の大学に通う一人の若者、西雲小王国に属する惑星、ネフェロスで最大の領主の息子、バイロン・ファリルである。物語は彼の父親がティラニに対する陰謀の過度で捉えられたという知らせから始まる。ティラニは 惑星ティランを発祥とし、バトー星雲付近の50の惑星を支配している。ティランは支配下においた、星雲諸国において、支配の継続の一助として、科学と宇宙航行を制限している。ティラニの支配者は物語中、帝王、カーンと呼ばれている。アシュモフは明らかに、モンゴル帝国によるルーシの諸公国の支配をモデルとしている。これは、ファウンデーションシリーズにおいて、 ローマ帝国の水防がモデルとなっていることと対照的である。作中世界における歴史的文脈は極めて興味、深く人類の宇宙進出から長い年月が経過しており、かつトランター帝国が勃興する以前である。しかし、本作の大筋は歴史の流れにはほとんど関係しない小さな陰謀をめぐるものである。アシュモフの作品中でも、 若干劣る小説とみなされることがあり、アシュモフ自身も最も気に入っていない小説と呼んでいる。本作の連載時のタイトルはタランであり、最初のペーパーバック化の際にザリベリアス・スターズと解題された。物語は本作の1年後に出版された宇宙の小石の大昔にあたる。トランター帝国は直接には言及されておらず、遠く離れており、 入植から時間が経っておらず、領土拡大の第一波よりも以前であると考えられる。地球は詳しく言及されない、核戦争のために放射能を帯びていると説明される。この点は、アシモフの後期の作品、ロボットと帝国と矛盾する。これは、ロボットものの最後から何世紀もの時間が経つうちに、歴史が混乱したと考えることもできる。 バトー星雲付近の惑星の住人は、この星雲の名前の由来は冒険家のホレスハットで、あると考えている。その他の説も存在する。バイロンが、ローニアにおいて、地球出身と偽った際には相手に通じず、シリウス星区にある、ちっぽけな惑星ですよと紹介している。同時代的に見れば、アシモフはこれらトランターものを冷戦初期。 第3次世界核大戦が現実味を帯びた未来として語られる時代に執筆している。第3次世界核大戦による広範囲、長期にわたる放射能汚染は少なくとも民話の形では数千年にわたって記憶されたかもしれない。ロボットと帝国の執筆時には状況が変化していた。しかし、その間の期間にあたる多くの物語において地球の汚染と その結果としての放棄について語られており、理由については、核対戦以外の理由が与えられているもののこの二つの要素は維持されている。地球大学の卒業を間近に控えたバイロン・ファリルは、サンダー・ジョンティに、ビデモス領主である自分の父親が、ティラニにより捕らえられ、殺されたこと、そして自身の身も危険にさらされていることを告げられる。ファリルは、 父親に頼まれていた地球の古文書の発見を諦め、ジョンティの忠告に従って、非征服惑星の中で最も栄えるローディアに向こう。そこで彼は、ティラニに対する反乱がある惑星で密かに来と、されているという噂を耳にする。ローディア総督の娘アルテミシア王ヒンディアドと、総督のいとこギルブレットと共に、ティラニの宇宙船を奪取して逃げ出したファギルは、惑星、リンゲンを目指す。 林芸ン,ンはティラニによる征服を免れ平和的関係をティラニと結んでいた。そこで出会った林芸ン,ン大公は反乱軍の星の情報を持っているようだった。彼とその仲間と共にファリルはティラニも足を踏み入れない馬頭星群の中心部に向けて反乱軍の星を探しに向かう。ファリルがティラニから奪った宇宙船は ティラニの長官サイモックアラタップの率いる艦隊に追跡されていた。その艦隊には娘といとこの身を案じるローディア総督も同行していた。彼らはファリルから距離を置いて追跡し、ファリルが西雲中心部のある惑星に着陸したことを突き止める。リンゲーン大公はその惑星こそが反乱軍の星であると主張する。しかし、生命の兆候は全く見られない。 大公とファリルはアンテナを設置すると言って宇宙船を離れ二人きりになったところでファリルは大公がティラニの手を使って自分の父親を殺したと非難する大公はそれを認め彼の父親の評判が上がりすぎるのを恐れたためだったと語る二人はもみ合いになるがファリルは彼の父親に浸水していた大公の副関係だ、リゼットの力を借りて 大鼓を取り押さえる。ファリルとリゼットが林園から同行していたクルーにすべてを説明していたとき、ティラニの艦隊がやってきて全員を逮捕してしまう。アラタップはファリル、アーテミシア、ギルブレットリゼットを尋問し、反乱軍の星の座標を知ろうとするが誰も知らない。しかし、大鼓は座標をアラタップに告げる。怒ったリゼットは大鼓を射殺してしまう。 アラタップがファリルを尋問しているとき、ギルブレットが脱走し、宇宙船の機関室で密かにハイパー原子モーターをショートさせる。その危険を知ったファリルは、アラタップに何とか通報し、エンジンは修理されるが、ギルブレットは負傷し、後に死亡する。今は亡き対抗が明かした座標にスペースジャンプが行われるが、そこには惑星のない白色矮星があるだけだった。アラタップは、 反乱軍の星は単なる噂であったと思い、ファリルたちを釈放する。アラタップは、ファリルが総督になることはないと明言した上で、ファリルとアーテミシアの結婚を許可する。やがて、反乱軍の星とは、実は、ローディアであること、そして、総督自身が反乱軍を率いていたことが明かされる。彼は勤めて、神経質で臆病な老人を演じ、 彼自身と彼の惑星に対する疑惑を防いでいたのであった。総督はファリルの父親が探していた古文書を自分が発見し所持していることを明かす。その文書は未来に来たるべき帝国が銀河を支配することを助けるだろうと彼は語る。そしてその文書とはアメリカ合衆国憲法のことであった。アシモフは自伝にて憲法の下りは 雑誌ギャラクシーの編集者 HL ゴールドの発案であると記している。アシモフはゴールドの判断は憲法にあまりにも大きな力を与えていて誤りであると感じた。アシモフはこの前提があまりに現実味を帯びていないと思うようになり、ゴールドがこの下りを小説にさせようとするのを疎ましく思うようになった。アシモフがこの小説についてどのように思っていたかは別として、 彼はこの小説の出版を実際に止めることはついになかった。最初の出版について、書評家のグロフ・コンクリンは、想像力豊かな序述として一級品という書評を寄せている。アスタウンディング史上で、ビリヤーズガーソンはキャラクターが一次元的であるものの、小説としては、アシモフのサスペンスストーリーテラーとしての実力のために、成功した作品であると語っている。 ニューヨークタイムズは、遠い未来の心を踊る冒険物語という書評を掲載している。批評家のジェーン・ファウラーは、合衆国憲法の再発見を物語上のクライマックスにすることは、宇宙文明が本書で描かれたような宇宙封建制から合衆国憲法をモデルとして、新しい何らかの連邦制の民主生態へと変化していくことをほのめかしており、 そのことはこの小説を単体として読めば問題はないが、シリーズの一部として読んだ時我々は、宇宙文明がそのような道をたどらなかったことを知っているので、成立しなくなる。トランターは、拡張に次ぐ拡張を続け、銀河全体を帝国のもとに収める。トランターと帝国は、様々な美点を持ってはいるが、民主生態は取っていない。したがって、合衆国憲法の再発見は、 実際に新しい生態を生み出すことはなく、一個文書として、再び渦もれる運命である。もちろん、実際には足もふは、執筆時点でこの作品が、包括的な長編の一部となることを完全に理解は、していなかっただろうが、と評している。ありがとうございます。